く人聞く人ピアノ好きな人が増えること。普段の生活に私のピアノで喜びや癒し元気が少しでも増えたらなという思いでこのチャンネルをやっています。さて今日は皆さんからたくさんのご質問をいただいています内容、早弾きのコツについてレッスンしたいと思います。この質問は本当にたくさんの方からいただいていますので、皆さん悩んでいるんですね。指が早く動かせるようになればかっこよく弾けるようになるし、聴いてる人にもうわすげーって思ってもらえますよ。ちょっとしたコツを意識して練習するだけでかなり変わります。早弾きできない人の特徴もお話しするので、あ、私だ、うわ僕だと思った方は今日から直せば必ず上手くなりますよ。それではレッスンスタート。このレッスンを聞きに来てくれたということは今のあなたの弾き方に悩んでいると思います。早弾きできない人の特徴を7点挙げ、それからその項目について詳しく解説していきたいと思いますね。改善できる点をしっかり自分の中で理解してから正しい練習に入る方が効果的だと思いますので、当てはまる項目があるかチェックしてくださいね。それではその1、指の根元から動かそうと思っていない、指先だけが重要だと思っていませんか。その2、手首に力が入っている、早く指を動かそうと思えば思うほど頑張ろうと思うと手首にエネルギーがいってしまうんですよね。その3、手首が下がっている、指先を動かそうとすればなぜか手首を下げてしまう。手首を下げると力が入って指先をコントロールできなくなってしまうんですよ。その4、第一関節がふにゃっている、第一関節がふにゃっとなっていると指は早く動きません。その5、肘が硬い、指の方ばかり気にしていると肘までに力が入っていませんか。その6、猫背だと変なところに力が入って早く引けませんよ。その7、顔が下向き、何でも一生懸命になればなるほど集中すると顔が下向きになってくるんですよね。以上7点、あなたは何個当てはまりましたか。無意識でしてしまっている項目もあると思いますので、実際に早弾きできないところを引いて確かめてくださいね。さあこれら7点を改善すれば早弾きが実現します。これは本当ですよ。それではこの7点に焦点を当てながら意識しなければならない点やコツをお話ししたいと思いますね。一緒に練習していきましょう。それではその1、これ一番重要な項目なんです。聞いてくださいね。指は根元から動かす、早弾きできなくて困っている人に一番当てはまる原因はこの指先ばかりを動かしている、これなのです。早弾きしたい時に大切なのは指の根元から、ここからですよ、ここからしっかり動かすこと、これが本当に大切になってきます。根元から動かすという概念があまりないのではないでしょうか。指先だけを動かそうとしてもこんな風に動きにくくなりますし、また音と音とがつながってしまいます。ここが固まってしまっては弾けません。ではどのように練習すればいいかというと、早弾きしたいところをゆっくりと弾いて、わざわざ指をしっかりここの根元から動かして弾く練習が効果的なんです。こんな感じですよ。これを何度も繰り返して、根元の筋肉から動かすぞと
脳に指令を出して少しずつ早めて弾いていきます。ここの骨からぐにゅ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 と指が動いているような感じです。根元から動いていない人はここの骨は動いていないと思います。こうではなく、しっかりと指を動かすことがとても重要になってきます。もう少し早めていきますね。指の根元から弾いていると意識できるようになったら、今度は鍵盤の近くからテンポを早めて軽やかに滑らかに指の根元から弾くことは忘れず弾いてみましょう。ここから音が鳴っていると意識してくださいね。パラパラと美味しいチャーハンのように弾いてみましょう。いかがでしょうか。嘘みたいに思うかもしれませんが、本当に弾けるようになるんですよ。一度やってみてくださいね。続いてその2、手首の力を抜く。早弾きするところ、反対の手を手首に添えて力が入っていないか確認しながら弾いてみましょう。こんな感じです。早弾きしているとどうしても手首に力が入ってくる人多いんですよね。手首に力が入っていたらこんな感じになってしまいますよ。やっぱり全然弾きません。手首の力はしっかり抜いて弾きましょう。その3、手首は上げる。手首が下がっていると指先に力が入ってしまうんですよね。手首を少し上げるだけで指が解放される感じで動きやすくなりますよ。指が上からぶら下がっているような感じです。これも早弾きしていると手首が下がってしまう人がたくさんいらっしゃるので、よく気をつけましょう。一度手首を下げた状態で弾いてみましょうか。弾きにくいです。それでは手首を上げてブラーンとなるぐらいの、これぐらいの角度がベストですよ。一度弾いてみますね。とっても軽やかに弾けます。分かっていただけますか。その4、第一関節はキュッと立てる。まず試しにドレミファソファミレドをわざと第一関節をふにゃっとするバージョンで弾いてみて、その後しっかり立てるバージョン、両方で弾いてみましょうか。わかりやすいと思いますよ。ふにゃっとバージョンで弾きます。第一関節をキュッとして弾いてみます。すぐにわかりますよね。第一関節がふにゃっとしていると動きが鈍くなり音も響きません。ふにゃっとバージョンで幻想即興曲の最初を弾いてみたいと思います。全然弾けません。指を立てると弾きやすくなりますよ。常に第一関節を意識して弾きましょう。その5、肘は柔らかく。指を動かさなければいけないのに肘なんて関係あるの？と思ったあなた、すごく大事なんですよ。
肘が硬くなっているか分かりにくいですよね。目安として脇をキュッと閉じてしまっていたらダメなんです。脇は少し開いている状態で、ではこれもわざと脇を閉じて肘を固めて引いてみましょうか。すぐに分かっていただけると思いますよ。肘を固めた状態で引きますね。指先に力が入りません。では続いて脇を開いて肘を柔らかくして引いてみますね。軽やかに気持ちいい演奏ができました。その6、背筋を伸ばして姿勢よく。一生懸命になればなるほど猫背になってくるんですよね。これは逆ですよ。少しピアノから離れていくような感じで解放させると、ふっと力が抜けて楽に軽く早く弾けるようになりますよ。その7、先ほどの猫背と同様、指先に集中していると顔が下向きにうーってなってくるんですよね。私が過去に教えてきた生徒ちゃんたちもそうでした。その度頭をツンツンってしたらはっ気づくんですよね。常に姿勢は良く、頭は前向き、開放的に弾きましょう。しっかり意識してくださいね。以上、7点でした。もう一度復習しますね。1、指は根元から動かす。2、手首の力は抜く。3、手首は上げ気味で。4、第一関節はキュッとする。5、肘は柔らかく。6、背筋ピン。7、顔を前向きに上げる。この7点に気をつけて、とにかく指を根元からパラ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 っとしっかり動かして練習してくださいね。お気づきの方もいらっしゃったかもしれませんが、これは早弾きだけでなく、ピアノを弾くときに常に意識しなければならない項目でもありましたよね。意識しながら毎日練習することで必ずうまく弾けるようになりますよ。効果があったよという方、またコメントお待ちしております。それではまた来週夜土曜日に頑張れー。